はい、こんにちは、バブルビーです。いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本各地からのゲストにオンラインで出演していただき、今どうしてますかとお聞きするステイホーム型オンラインラジオ、バブルビーの友達ズームインです。本日のゲストはですね、ちょっと変わった旅行業を営んでいらっしゃる、会うたび合同会社代表の、唐沢正弘さんです。どうも、こんにちは。はい、こんにちは。どうもです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会うたび合同会社っていう旅行会社ですけども、はい、僕も実はですね、去年のあれは11月かな、はい、会うたびさんのツアーに申し込んで参加したことがあるんですよ。はい、はい、この体験がね、結構ね、忘れられなくてですね。ありがとうございます。変わった旅行会社って言いましたけども、これ、会うたび合同会社って、どんなコンセプトでやられてる会社なんですか？はい。まあ、会う旅っていう名前の通りなんですけど、はい。日本中の、まあ、素敵な人に会いに行ってみようと。はい。で、まあ、私が、サラリーマンだった頃にですね、うん、なかなかこう、会社と家の往復だったんですけども、まあ、そういう中で、まあ、会社を辞めてですね、うん、いろんな人に会ってみたところ、単純にそれがすごく楽しかったので、うん、まあ、こういう旅の企画を仕事としてやってみようということで、人に会う旅というのを始めました。うん、基本はその旅行業ですから、そのツアーパックみたいなものを用意して、はいはい、それに参加して、で、はい、それ遠くに行って、その遠くにいる人に会うっていうのが、旅の目的。そうですね。まあ、なんですよね、都会ではなかなか、こう、出会わないような、うん、さんだったり、うん、酒蔵の社長だったり、はい、当時さんだったり、うん、はい、まあ、そういう人に会うというのがテーマですかね、一つ。はい。はい、それで自分が去年の11月に参加したのはですね、福島県の二本松市ですよね、あれは。で、はい、そこで開催されている小旗の旗祭りっていう、この地元の旗を持って練り歩く祭りがあったんですよ。それを募集してるところがあって、まあ、そんな祭りに外から参加するっていうこと自体、なかなかそう簡単にはできないじゃないですか。なんか、その、つてとか、そういうのがなかったら、まあ、地元の人でね、作るもんですから。それをツアーで募集して祭りに参加って、見たことなかったんで、はい、どんなもんだと思って、こう、参加したっていうのが、まあ、この、会うたび合同会社との自分との、出会いっていうか、その、きっかけなんですね。はい。で、まあ、あのツアーすごい面白くて、なんか、いざ参加したら、なんか、僕一人しか参加者がいない。何だったんでしょう。そうね、何だったですかね。なんか、皆さんなんか、いなくなっちゃって、なんか僕一人で、参加になりまして、うん、ほぼなんか差し伸びみたいな感じになりました、ね。はいはい、で、まあ、その、福島二本松でやってるね、白い装束を着て、旗持って延々何キロ、10キロぐらいあるんですか、歩くんですかね。そうですね、10キロぐらい歩きますね。うん。で、まあ、夜はね、池の水をかぶったりとか、なんかそういうことをするっていう、うん、かなり、まあ、伝統的な祭りなんですけども、でもまあ、他で絶対できない経験っていうのがしたっていうね、感じがしました。あれが僕は会社辞めた翌日だったんですよ。ああ、そうでしたね。すごいね、思い出深くてですね。はい、はい。で、まあ、そんな会うたび合同会社さんですけども、やっぱり今、はい、コロナになりまして、うん、まあ、そういう、どこもそうなんですけども、うん、まあ、旅行自体が今難しくなってまして、うん、やっぱり影響ってどうですか？そうですね。はい、2月の頭ぐらいまでは、はい、なんとかツアーも開催してたんですけれども、まあ、2月の中旬以降ですかね。はい、まあ、全てのツアーの中止、イベントも中止になりまして、うん、まあ、会社としては、お客さんから預かってるお金を、ただ単に返す一方という日々が続きまして、はい、で、まあ、4月以降に関しては、まあ、当然もうツアーは一切、企画すらできないような状況で、うん、今のところ、だから実際人に、まあ、そもそも人に会うというテーマが、うん、弊社のテーマなんですけども、そうですね、うん、会っちゃいけないっていう話になってますので、会えない旅になっちゃうと。そうですね。だから、今のところはツアーは、はい、リアルなツアーは全部中止ですね。はい。ああ、これがいつ再開するかも今まだ分からない状態。そうですね。分かんないですね。はい。とすると、会う旅合同会社として、
まあ、普通にね、今までと同じやり方だったらできることがなくなってしまうと思うんですが、うん、今その中で新たな取り組みとしてやられてることっていうのはありますか？はい、今はですね、過去のGoツアーでいろんな各地、日本中の方と、ご縁がありまして、はい、まあ、その中のある酒蔵さん、社長さんからですね、うん、はい、まあ、こういう時ですから、はい、何かこう楽しいことをやりませんかという話を、いただいたのはきっかけでですね、はい、まあ、今こうお話ししてる、うん、ズームっていうこのね、テレビ会議のシステムを使った、はい、オンラインツアーっていうのを今、ちょうど始めたところで、はい、はい、やっております、はい。オンラインツアーもう実施された回はあるんですか？そうですね、今のところ、先々週に初めて、はい、長野県の方の方と実施しました。ああ、それってどうやってやるんですか？まあ、まずですね、はい、オンラインで、はい、結構飲み会みたいなやってる方は結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、それだと、まあ、メリットがないっていう方は変ですけど、うん、出ていただく酒蔵の方とか、うん、生産者の方、結構やっぱり飲食店とか、ホテルへの、出荷がもう全部止まっちゃっている状態なので、はい、まあ、そもそもそれを何とかしてあげたいという思いも前提としてあったので、うん、まずはその方たちの商品を、セットにしまして、まあ、たまたまこの間は長野県の佐久穂町っていうところだったんですけど、佐久穂町応援セットっていうのを作りまして、うん、それを、まあ、購入していただいて、うん、お客さんの手元に、お酒ですとか、うん、あとおつまみですとかですね、その地元の名産品が、はい、事前に送られてきまして、事前に送られてくると、はい、うん、それを、飲み食べしながら、はい、このズームでつながりながら、うん、ツアー形式で、うん、イベントを開催しているという形ですね。あ、つまり、まあ、事前に送られてくるから、で、それを用意して、ズームの前に、まあ、自分が座って、はい、で、その生産者と、ズーム越しに会って話してっていう感じになって、はい、そうですね、まあ、話を聞きながら、その、事前に送られたお酒とかを楽しんだりとかすると。はい、そうです。なるほど。で、それを複数、ツアー形式ってやるってことですか？一箇所だけではないって感じなんですか？この間、例えばこの間は、はい、酒蔵にまず行きまして、はい、まあ、地元のですね、うん、長野県の小海線の、うん、八千穂駅ってあるんですけど、八千穂駅の、まあ、背景をズームで変えられますよね。八千穂駅の、背景にしまして、はい、それで皆さん、ようこそいらっしゃいましたということで、始まって、じゃあ、歩いて酒蔵に行きましょうと。はいはい、で、そこからはですね、Google のストリートビューで、街をこう歩いていくような演出をしまして、で、酒蔵に、到着したところ、倉本さんにご登場いただいて、はい、そこからは倉本さんの案内で、蔵見学とか、うん、お酒の作り方なんかのお話をしていただいて、うん、っていうようなことをですね、信州サーモンの生産者の方、はい、それからあと、プルーンの生産者の方、うんうん、あとチーズの生産者の方が出ていただいて、ですから、4人の方にご登場いただいて、順次こう回っていく、ツアーでこうバスで回っていくようなイメージですかね。はい、そういうことをやりました。ああ、面白いですね。生産者が順番に、まあ同時には出てくるわけじゃないですよね。その別々の場所にいらっしゃるから、そこに移動するのもなんかそのバーチャルを感じさせるような演出、ね。そうですね。はい。はい、で、まあ、結局、なんだろう、その開始から終了まで何時間ぐらいかかる？この間はですね、まあ、最後の懇親会も含めると3時間ぐらいやってたんじゃないですか、ね。ああ、暑いですね。はい。何人ぐらい参加されました？その時は50名ぐらいの方が。すごい人数、はい。参加していただいて、はい。すごいな。で、その50名のところに、その酒蔵とか、まあ、プルーンの会とかから、そのものが届いて。そうですね。っていう感じですね。はい、まさにバーチャルツアーですね。オンラインツアー。そうですね。結構ね、皆さん、やっぱ同じものを食べて飲んでると、まあ、よりこう、うん、体験のね、うんうんうん、楽しさが増すようで、はい、まあ、結構評判が良かったので、まあ、この後も引き続きやっていこうかなと思ってますけど。なるほど。今企画されてるツアーってありますか？オンラインツアーで。今はオンラインだと今度の土曜日に、はい、茨城の方で、
はい。アンコウの吊るし切りの中継をやります。アンコウの吊るし切り。はい。それを、生中継で。やばいですね、はい。やっていただいて。なかなか見れないですね。で、皆さんの手元にはアンコウが届いてると。おお。はい。そういう。で、こうやって吊るし切りして作ったアンコウだよということを。そうですね。目の前で見ると。そうです、そうです。で、まあ、その見終わるまで食べずにこう、待ってる感じですよね、目の前で。そうですね、今回届くのが、まあ、ちょっと鍋物なので、あんこうドブ汁っていう、北茨城の名物があるんですけどね。それが、セットが届くので、まあ、それを食べながらでもいいですけども、できれば、生産者の方とか、そのね、料理人の方のお話を聞いてから食べていただく方が、より面白いし、そうですね、美味しく感じるんじゃないかなと思います。ああ、なるほど。はい。これは、でも参加した人は楽しいですよね、これ。ものすごい五感で楽しめるっていうか、そのバーチャルなんだけど味が、ね、味と情報が伝わってきて楽しいっていう。ね、ということは、まあ、このオンラインツアーは、まあ、今後そのコロナが収束するまではオンラインツアーを継続していくっていう感じでしょうかね。はい、でもそう思ってたんですけど、意外とこれコロナが収束してからでも、はい、これは一つのジャンルとして、うんうんうん、なかなか例えばこう、お子さんがいて旅に出かけづらいお母さんとか、うん、小さいお子さんがいてやっぱりツアーにはなかなか行けないっていう人もいるので、うん、はい、そういう人たちなんかに、コロナが終わった後でも体験してもらったら面白いんじゃないかなと、うん、なるほど、いうふうに思ってますけど、まあ、確かに今この Zoom とかが、コロナを機にいろんなところに普及して、はい、皆さんのその知名度がバーンと上がって、はい、このテレビで、まあ、ビデオ会議ができるっていう環境が今までもあったんですけども、うん、このコロナをきっかけになんか敷居が下がった感じがあって、そうですね、一般的になりましたから、はい、そうですね、はい、これが結構その生活とかそのビジネスを変えていくっていう原動力になってますよね。そうですね、はい、ということは、まあ、そのコロナが復活した後は、そのリアルなツアーと、まあ、並行して、このオンライン、はい、バーチャルツアーもあるという、はい、そうですね。やり方ですね。はい。確かに、その、まあ、リアルなツアーは、まあ、時間もかかったりとか、まあ、その移動で遠かったら、なかなか参加できないっていうのはあるとは思うんですけど、はい、バーチャルだったら、ね、うん、その、まあ、食べるっていう行為があって、うん、だって、その生産者と会うだったら、そうですね、面白いっていう感じ。うん、参加できますね。そうですね。結構その、お取り寄せというか、うん、なんか例えば、まあ、美味しいものが、宅配便で届くお取り寄せっていうのは流行ってますけど、こういう地域のなんか、いろんなものがまとめてこう届くっていうのが、結構なかなかあんまりあるようでないですし、うんうんうん、まあ、生産者が違ったりとかすると、うんうん、なかなかまとめてってやるの、やる人がいないとなかなかできないので、はい、まあ、ツアーで私、たちが、こうご縁のある人たちにお願いして、うん、まあ、地域おこし的な意味も含めてやると、うん、結構お互いにメリットがあるかなっていうのは。そうですね、はい、うん、普段スーパーでは絶対買えないものだし、うん、そうですね、で、まあ、その生産者からの近い情報ってすごい貴重ですからね、まさにこの今 の, そのオンラインこの時代に、かなりなんかマッチしてるような気がいたします。まあ、この、お話を聞いて、興味を持った方はですね、会うたび合同会社の、ホームページ、この今、この下に、情報を。あ、出てるんですね、これ。はい、出しますので。この URL にアクセスしていただいてですね。はい。まあ、ツアーが募集しているときは、募集中っていう感じで出てるんですよね。あ、そうですね。はい、出てます。はい。で、まあ、募集終わったり、満員だったら満員御礼になってるんで、そこはもう入れないという感じで。はい。はい、会う旅ツアーのですね、このページにアクセスして、皆さんはぜひ、興味のあるオンラインツアー、今はね、まだオンラインツアーだけだと思うんですけれども、はい、があればぜひとも参加してみてはいかがでしょうかっていうところですよね。はい。はい、はい、それでですね、質問ですが、はい、コロナが収束した後にやりたいことっていうのはありますか？はい、田舎に行ってですね、はい、たっぷり酒が飲みたいですね。やっぱりリアルで行って、そうですね。釣り飲む。で、田舎の、まあ、いろんな、はい、お父さん、お母さんと一緒にですね、はい、お話をしながら、うん、楽しく美味しいものを、うん、飲んだり食べたりと、うん、まあ、するのが、やっぱ一番楽しいなと思ってるので、うん、リアルに人に会うっていうことはやりたいなと思います。そうですよね。やっぱり今、3密って言っても移動もできなくなってますから、はい、本当にそれにつきますよね。はい、一緒に飲むっていうのは最高ですもんね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、本日のゲストはですね、ちょっと変わった旅行業、会う旅合同会社の代表の、はい、唐沢正弘さんにお越しいただきました。はい、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。